お疲れ様です。今日はですね、メガドロフトが採用され、現環境、一体何が強いんやと、よくね、言われてますので、今シーズン強いなと思ったね、デッキを紹介していこうと思います。それがこちら、キョスケミラーロイホグでございます。はい、こちらね、一時期流行ってたんじゃないかな。1年半ぐらい前にね、大流行した、デッキが、ちょっと今強い。というのも、昨日かな？はい。生配信もしてたんですけども、クラロワリーグの、はい、まあ、予選みたいな、第1次予選2次予選みたいなのがあってね、はい、世界1000人から世界32人に絞るっていうね、鬼の、はい、大会が月1で今行われてるんですけど、じゃあそこの大会モードでめちゃくちゃね暴れてたデッキですね、こちら。まあ、使ってるプレイヤーは、まあ、ぼちぼちいて、まあ、使ってる人はでもねほぼ勝ってるみたいな、隠れ最強みたいなね、はい、デッキだったので今日ちょっと紹介していきます。で、まあ、ミラー型ですね。あのミラーの枠がホバリングのパターンも一応あったかな。はい、まあ、なんですけど、まあ、ちょっとミラーの方がねオシャンティーで私は好きかなと言ったところで、うっ、なんかすごい今回の相手は、まあ、26的な、あー、キョホグ、これさフィジカルキョスケおしまい、あー相手の防衛が綺麗で何とも言えない嫌だわ、この竹取ってる間にいっぱい入るみたいな祈りながら、微妙でしたね。はい、2位、キョスケオグか、はい、キョオグなんで、まあ、ちょっちょオグをキング起動して頑張りたいといった感じかな。で、相手が空とかだったら、まあ、ザッピー、あとはマザネコをミラーして、まあ、空に対して強くもできると。で、困ったらキョスケミラーしとけばいいです。はい、なんか序盤はキョスケミラー、キョスケミラーで耐えながら、最後はロイホグかけるロイホグみたいなのがめっちゃ強いです。はい、なんで意外とミラーの使い方が重要にもなってくるかなと言ったところで、のんびりやっていこう。さあ、これはキング起動ね、させていただいて、ちなみに僕はこのデッキ使ってね、大会で神相性のラバディがヤナアメ引いたんですけど、あのマジプレイ沼りすぎてて勝ち試合逃したっていう、マジで笑えないこと起きたんで、やや苦手意識を持っちゃってるかもしれないが、今日は勝つ。はい、ちなみに僕はね突破できませんでした。はい、10試合やって8勝すれば、はい、10人と戦って8勝すれば突破なんですけど、7勝でしたね。なんで、まあ、でもあと1勝なんですけど、このあと1勝が遠いんだよなと思いながらいつもやってます。さあ、一旦守って、これもロイホグ、ロイホグみたいな行きたくなるよね、正直。右ロイホグからの左固めロイホグもあるし、あのキョスキを引っ張って左の巨大スケルトンを延命するみたいなパターンもちょっとありそうですけど、相手の対応もうまい。さあ、マザネが地味に入る、ゴースター垂れ流す、一旦ね、ゆっくりね。さあ、ここで落ち着こう。もう一回血挙からいっちゃおうぜ。血挙からの、なんならもう1強まで見えるもう1強いっちゃう、はい、で引っ張り合戦してあげて、延命してあげて、高めマザネクとかね、あー、なんか嫌だねそれ。トリトン、もう一回引っ張れたら熱かったな今。さあ、めちゃめちゃ低い大砲来るいや、怖かったね、タイブレイクちょっと負けちゃうんで危ない。さあ、でも後ろから気をつけね、結構いいですこれで。後ろからもう一回気をつけで、ちょっと流れは今来てるっすね俺に。引っ張り合戦したい。あー、引っ張れないのそれやばい、怪しい。これには最後ロイホグミラーがあります。さあ、クエイク使ってくる。お、この大砲壊したらさ、ちょっと熱いの、ね、いってマザネコも行って攻めて、
攻めて、うわ、いらなんかもうごっちゃごちゃですごいんですけど、まさねくん気をつけされたマジごっちゃごちゃでマジわけわかんねえんだけど後半のこのごっちゃごちゃがね、いやマジで相手バカうまいぞこれ。結構なんかね、もっと綺麗にぬるっと勝てるイメージあったんだけど、強具ちょっと相手の防衛うまかったけど、まあけどね、ほんともう気をつけ気をつけ後ろから気をつけ気をつけしてザッピーセバして適当に豚投げとけばね、はい終盤強いかな。そのやっぱ後半になるとどん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 場に俺のユニット溜まっていくんで、終盤になればなるほど強いですね。さあといったとこでユウマとユウ、よろしく。ユウマくんね、金 T 族ってこと？ T の一族。さあスピリット、お俺に気づいてくれたの。再現手に入れた弱そうな弱そうなスタンプ、あれめちゃくちゃエリアクションしてくれるやん。さあどうしよう一旦攻めるか、まあ、ゴーストはマジ先どっかな。それ以外はね、まあ、月経とかザッピーセパぐらいかな。さあ着衣なんかめっちゃ当たんな、もしかして待った強具、強具パターンありますねこれ。まあ一旦ねマジでそんなことある、あちゃくいろよくのパターンもあるね。これ大砲壊れてるんでセパりたいね。おセパって、ここにマザネクっすね。はい、まあ、ミラーロイグね、序盤から決めてってもいいけど、まあまあ6個掴んで言うても、あちゃくイロフグかめちゃくちゃめちゃくちゃおっと言われてんだけど、デリね、デリクエイクデリウッドか。まあ事故を起こすしかないね俺は。さあまあ気をつけ出してキンキドできるかな。ドルフグってなんか意外とキンキドできないっすよね。できたわ、できんかった。ロイフグからのここデリバリーも使ってんで、逆行くと右の巨助が入るっていうこれマジ意味わかんなくね、マジで意味わかんねえ強さを持ってんすよねこいつ。いやなんかミラーがガチでいい味出した。さあというわけでしっかりね2個目まで2個目まで見てあげて、いや物量がやべえのかな。ロイフグってやっぱデリウッドでほぼ溶けちゃうし、大砲もだるいみたいなのがあるんですけど、キョスケが竹取っててゴーストもいてみたいな、もう事故が本当でたくさん起きます。さあヨロ、まあショテロイグとかはね本気で勝ちたいならしないっすね本当に弱いっす、うん、弱いっす。さあ顎か、顎ゴブ珍しいな、ボムタワーバルーン的な。いやマジでその可能性がある、なんかレアなデッキいっぱい引いてんな。もう延命だよね。えファイボ、あーいやマジでわかんない、なんだろう。ロレフ行きたいけど今行ってもね大したことになんない。
マジわかんないんだけど、壊れそうだからいっか。結局でもよかった、ぶっちゃけミラーの。あー、なんだ26のゴブリン型みたいな。次のロイフがまあ大砲相手があるんで、26のゴブリンかぽい。26のが厄介だね、通んなくねっていう。まあマザネクっすね、そういうのも全部。あとゴーストか、なんか事故るやろっていう。で高めトリトン出しとけば何でも引っ張れる。何でも引っ張れ、お前バカ。リベンジ。マジ。やばすぎ。この辺で一番もったいないかも。さあ、変なトリトンするから、こういうことになる。痛えな、ホグが。キング起動もできてねえしよ。って感じですね。だいぶ縛り。で、金ギガもできねえしよう。マジ。だいぶ渋い。本気で。まあ、こっからでも勝てんのがこのデッキなんでね。はい、ゆっくり。キョスキキョスキしていきたいけどな。マジやばい。それしんどい。マスクがやべ、マスク吐きそう、大砲も吐きそう。ううそれ入んな、マジやばすぎだろ。もう本気で吐きそうですけど、いや本気で吐きそうです、吐きます。いや、やばいですね。クロロワシード一番きついマッチアップかもしれない。いや、うまい、しかも。あー、しかも敗没。あ。なるほどね。はい、26きついらしいです。高回転、施設5をやべえな。てか、マスキか。マスキが強えな。さあ、で負けたんじゃんと思わせといての一発ドリーム。あー強い。全然強い。レスピゴブリン、どうしよう、やめてほしい。アゴホコ飛ばしてくんな。これで俺が守って勝つプランも見える。マジでここで勝ったらスーパースター、勝ったら、うっ、時間があれば、マジで、うん、残る、残らないですです。マジで同じようなデッキばっかだな、さっきから。大砲大砲大砲だ、そういうこと。普通なんかエレジャイとかね、ゴレとか引けると結構幸せになれるんですよ、このデッキは。ザッピーザッピー、トリトンもあって、キョスケもあるんで。さっかつ、また大砲かもしんねえな。4連大砲だったらマジやばいけど。あー、珍しい。バレルオールブレーカーっすね。アウトロー。広いな、いつ見ても。さあ、まあトリマンマザネクで頑張っていかないと。ヤナメ1枚しかない。あー、でヤリゴブリンの射程長すぎて、あ、マザネク意外とやばいな、今までの感覚で出してると。マザネクがボコされちゃう。さあ、でゴーストミラーもね、こういう枯渇系相手とかには意外と強かったりもそうですけどね。さあ、プリンス、アウプリだ、アウプリオールブレイカーだ。オールブレイカー追加来たら、悩むね。許容か守るか、これにやなぬっても意味がねえな。
さあ、まあでも今回の相手は呪文がウッドしかないと思うんで、そういったところでは戦いやすいんじゃないかなと。さあもうマサネキいっぱいだよな。いけ、いいね、偉いね。さあまあ耐えっすね、今は。今ちょっときつい時間帯なんで頑張って耐えて、吹き矢も竹取りたい。あー取れない。うん、それ嫌だね。最後ミラーやなめまである。耐える、一旦耐える、一旦耐える、一旦耐えたらマジで俺の時間来る。いつ攻めるかだな問題は。お、美味しいかも。で、キョスキ行って、これアウトローとプリンに、最速やな、め。いやー、いい、これ、もう一回ふふ、いるかわかんないけど、もう一回。いや、いらんかったかな。いや、でもちょっといいよな、やなめミラー。あー、いいギャングだ、それは。さあ、でも、キョスキが竹取ってる間のロイフ強すぎて、ワンパンしていく。ミラーやなめとか別に使わねえけどな、普段。マジアチャとかもまあだいぶアド取られるけど、さあアド取られるけど、ヤナミヤナメでも倒せる。さあおしゃロットアロット、面白い名前だな。さあ後ろウォールブレーカー、これうまいやつがしてきます。トロフィー8500以上のうまいやつしか知ってるの見たことない。高回転ウォールブレーカーか、ボイスですね。でもそしたらでかいマザネク頑張れ。はーい、やだね、なんかやだね、うまい香りがしてるよマザネク。お、一発頑張って耐えたいけど、これ痛いんで気をつけ出すのもったいないからロイホグで一発。はいはいはい、いや序盤大っすよ、こんなきついもん。高回転ついていくの意外と重いからね、序盤は。守ってしまえば俺のもん、守って後半にキョスケ、キョスケマザネクザッピーっつってやればいいんで。高めマイティくるかな、あですよね。まあ耐えてくれりゃ何でもいいんだね。ダメージ勝ってるかな、冷静に。2300ぐらいあったら幸せだ、2倍タイム入って。これミラーやなのか、ブッパーオールブレーカー2周目が見える。いや射程投げんだなこれ。あーゴースト、ちょっとやりごぶに戦いづらくなってる。マザネク出していく、こっからよね、もう俺のターンは。まあでもこれ突破できねえもん、無理せず行こう。無理せずね、本当にゆっくりゆっくりじわじわいきます。そういうデッキです。キョスキミラーするか悩むな、ロイフミラーに転じたいかな。ポイズン打ちたそうだな、マジ。でボム使わしてロイフを行きたいんだよね。いやなんかおしゃれな、おしゃれに浮かされてる。お、でもお、ボン間に合ってない、でかい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 。いや間に合ったんかい、難しいね。
ポイズン使った後ろからね。オールブレイク来たら嫌だな。いや全然いいよこれで、この後ろにね小物とか、めちゃくちゃいい小物今日よ。ブーブーブー、いけ、よしよしよし、マジまさにくつ、ちょっと高めに出していく。引っ張る、ゴースト逆の方がいい。マジマザネクギーだなこれ。これはよく行ってもいいの、行かなくてよかった。これ熱いぞ。守れないんで、よし、あぶねー。ごっちゃごちゃやで、ごっちゃごちゃやけど、マジセパして気合い。さあネロ、ネロさん、なんか見たことあるかもね、わかんない、日本の。さあ俺はゆっくり行きたい、キョスケミラーでマジでのんびりやっていきたい。なんか大会のクランに入ってるっすね、強そう。最低でも何も出してこない、これどうする。いやロイフグは、ロイフグはね、もうアードにしかなんないかんな。ザッピーセパはちょっとあるけどね、また、あ、トリマのケツキョスケもある。トリマのケツキョスケやらないです、はい、やなめ捨てちゃおう。キョスケミラーがあったらいいかなと思ってで来たんで、まあ、ゴーストでもいいんだけど、丁寧にね。おー、モンクちゃんですね。文句か、いやめっちゃ強いんですよ今。大会とかでももうみんな文句文句文句って、大会だとチャンピオンで一番文句強いんですけど、さあまあこれはロイジャイかな、ロイジャイライトニングの文句かな、はい。まあ、なんで一旦無理せず、ザッピ最強だぞこれ。トリトンで金ギドしたいと思うんで、この間ダメージ稼ぎたいけど、入れ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 豚。1500か、まあまあまあっすね、削った分でいくと。まあ、でもライトなんで、こっから削るの相手きつそうだけど、え、そんなあの位置のさあれで跳ね返せるんっていう。今の思ったんだけどね、あの位置のあれで。あそこにおらんかったやろ、そう思いながらもう一旦組んでね、組んでから考える。なんか延命しても良さそう。あ、でもマザネカレか、行かれんの。そういえば反射されますからこの子は。さあ一旦無理せず、文句の話厄介ですね、マジ。
そこはちょっと強そう。だからもう一周まで見える。ここの最後の気合のミラーブーム気合でいけ一発。うおー危ねえ危ねえマジチンパンしてるけど、ミラーロフがめっちゃ強いからあと少し絶対届くんでもう今しかねえと思ったらもうブッパ危ないな。さあ、一旦耐える。キョスキミラーもっとしてえな正直。さあアーチャー下方されたけど、なんかまあ下方されたけどって感じっすよね。まだ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 参る。ぶっ壊れ感はね1回目になった気がするけど。さあといったところで高回転ウォールブレーカーボムですね。ウォールブレーカー来たらゴーストミラーでもいいかな。やばい、いいで。いやお前2コスに俺9コス8コス使ってんのやばい。まあまあ矢も使いながら耐える。さあマイティ、キョスキがねマイティに弱いんですけど、まあトリトンで引っ張る、あとはザッピーでビリビリさせてあげればいいやつですよね。うわうまい、そのウォールブレーカーで蓋する、こういうのうまいっすよね。マイティしかもトリトンなんか一人で無理に頑張ってるし。いやー爆破やるか、いてー。1コスで300ぐらい入ります。さあまあこっからっすね。耐えながら後ろにザッピをつけたいがボムがやばい。さあボムクラスね。こっからはまた一回落ち着いてね、キョスキミラーです。これでサイクルずれるんでね。ボム壊れたし、一体だけつけてあげて、いやでも打ってゴーストいって、のさあロヒョグ、キョスケが12だから届いていく。いや熱々、しかもバカでさよならして、おいワンパン気持ちいい。今なんならミラーロヒョグまでもう一回いけたんでね、これがねマジで強い。ミラーキョスケから世界が変わります。さあこれ勝てば12っすね。太陽のマーク、おーバレル枯渇もでもちょっと増えたっすね。前の環境がまあ少なかっただけみたいなどうもあるけど、さあ枯渇にはホバがすごい欲しくなるけど、マザネクミラー、ヤナアメミラー、そういったところで頑張れていきたいが、ダクブリなのもちょっとレアだ。さあこれはアウトロームー特活みたいなやつかな。さあ暇なんで一旦血強してあげて、いやそれずるやん、これやばいっすね、痛えやん。まあ打たなくてもいいか、まあ、別にこれで、いや痛い、それバカ
っと当たったられるけど、ダメージだいぶいかれるとかではない。いや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 、プリンがお前何やってんだよ。さあ、というわけで無駄なマザニクも使ってしまったことによってだいぶ怪しい展開になっている。このザッピーだけでね。いて、さ、この序盤のダメージが嫌だな。アウトローとやりこぶがいいんだ。強化されたカードいっぱい入れちゃったよデッキですね。さあ、まああれは飛んでほしいな。飛ぶガールだけね。女の子は連れていくと。これロケがね多分あると思うんだよな。一旦マザニク出してみるわ。まあ相手もね結構こう後ろから枯渇デッキだけど後ろからまったりいくっていうデッキなんで、俺と立ち回り同じようなもんで。ああ、やっぱロケありましたね。さあロケ使ってくれる。これちょっと良くね、流れが。もう一発かましていい。これいやダメでしょ。え、めっちゃ強くねこれ。はい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 、止まんのかこれ。ワンパンあるぞ。やっぱええそんな感じでいいん。さあ、というわけでミラーロイフ壊れです。